じゃあちょっと発表させていただきます。ちょっといろいろすみません。いろいろのデータサイエンスというの中のいろんなその議論を見てるとですね、どうもその前処理っていうものに対してなかなかその綺麗な話がないなというふうに考えてまして、やっぱり前処理というものが何かということと、これに重点を置いた、データ分析環境を作ってみようということで作ったという報告になります。で、すみませんね。私は、中井と申しまして、20年ぐらいデータサイエンスを働くということであってます。で、実は日本で一番最初にデータサイエンスの会社がっていうのは、FEG という会社で、要するにもう2000年ぐらいからですね、そういうことやってまして、一番老舗なんですけど、そこでちょっとやってましたということですね。で、今はちょっと博士課程にいて、ちょっと違う、毛色のことをやって、研究としては下の方に書いてある VAE の潜在空間上の強化学習ということで、いわゆるその生成モデル、生成 AI の、ちょっと強化学習版をちょっとやってるという状態です。で、実績としては、いろいろこういうことをやってまして、一ジョブ自体がかなり数年ということをやってまして、たくさんのジョブをやってるわけではないということです。それで、今回の目的は、そのデータサイエンスって何者かというのを先ほど申し上げたように、ちょっと視点を変えて話をしたいなということと、あとは後半は、PAL という分析環境の考え方というのを、述べたいと考えております。で、データサイエンスっていうのは、前処理が労力70から80を占めてるということで、これが結構いろんなネックになってるんですけども、これは何なんだということが、ちょっと、いろいろ述べたいと思います。で、主にこれをするために、ちょっとこういう統合環境を作ったという話で、時間があればちょっとデモをしたいなと考えています。で、今は生成モデルの時代、生成 AI のモデルなんですけども、私もちょっと、それに対して、ちょっと遅れるとまずいんで、ちょっとバートでチャットボットを作ったりですね、先ほどの参照先の、ものをパクって作ったりですね、いろいろ、キャッチアップをしているという状態で、あとは、ステーブルディフュージョンですね、日本語を入れると、それなりの結果が出ると。これは、一番左側は五峰流の富士山で、次は、虎を飛ぶ、クジラというものをやってやれば、こういうのが出る。あとは、キャットの写真を毒に、そういう、こういうことも一応やってるんですが、基本的に皆さん今、すごい大変な時代を迎えてると思います。いわゆるそのチャット GPT-4 というのができてしまって、これは実は、AI の研究者の中では、こんなものができるはずじゃなかったというものだと思っておりまして、基本的にみんな思考停止状態の人が多いんじゃないかと考えております。ただそう言っても、データサイエンスっていうのはデータサイエンスでいろんなニーズがあるんで、これについてちょっと考えたいと思っております。で、データサイエンスっていうのは私の持論なんですけど、昔からあったんじゃないかというふうに考えてまして、要するに多くの知見を集めて、問題を解決する方法が、データサイエンスだろうと。データをいっぱい集めて、それをその知見からその問題を解決する方法だということで。例えば、司馬遷の式とかなると、いろんな昔の古代の、文献を集めて、それを理解して、その中で選択して、それを、生かすというか、それをまた書き直して、で、後世に評価される。あとは、徳川綱吉なんかは、その薬草を、いろんな改革をした人なんですけど、要するに文献がみんな中国の文献だったので、日本に根付くような薬草って何かっていうのを、やっぱりそういうような、中国の文献を集めて、それを、解釈して、日本に根付く、薬草を作って、それで、いろいろ医療に生かしたという、そういう面があるということで、基本的に集めて、選択して生かすという、そういうのはデータサイエンスというふうに私は
考えております。まあ、ここ、まあ、でデータサイエンスの目的としては、その課題に関する集めたデータから発生メカニズムを推測して、まあ、解決方法をデータを使って実証する、まあ、つまり何言っているかというと、こういう課題を解決したいな、そうするとこの課題ってどういう理由でこういうものが発生しているんだろうということを推測して、でそれに対してまあ予測をしたり、まあ、それの抑止方法を考えて、それをまあデータを使ってこういうふうにすれば確かにこの課題っていうのはクリアできますよっていうのがデータサイエンスの目的であって、まあ、こちらの機械学習の社会実装というまあタイトルのまあセッションなんですけど、機械学習は推測された発生メカニズムのモデルに過ぎないと考えております。まあ、つまりその大きな枠組みでいうと、まあ、一つの部品であるということを言いたいということです。まあ、あの機械学習モデルというのは確かに非常に面白いんですけども、まあ、要するに発生メカニズムを まず発見して、それをその発生したそのモデル、発生した河川に対してそのモデルとして機械学習を当てはめるというのがデータサイエンスの目的と考えているということ。そうしますとどういうことが起こるかというと、まあ、発想の転換が必要なんですけども、課題の発生メカニズムが不明な場合、まあ、明でないところも結構あるんですけど、まあ、画像認識とか最適問題は地面なんですけど、それを考える場合は、モデルをまあ毎処理に変換するということが必要じゃないかということで、主役、まあ、要するにモデルを中心に考えているから前処理、後処理というのが出てくるのであって、要するにその課題を解決するという会社はモデルじゃないんですよね。やっぱり課題が何で発生するかということが大事だということで、その前処理というのは実は課題の発生メカニズムをする推測だというふうに考えてやると、自然に要するにまあフローが自然になる、まあ、発生メカニズムを発生、まあ、データを収集して業務実施で要因を推測して、まあ、要因の中高データを選択して、それをモデル化してそのモデルを評価するという、まあ、これがまあ要するにデータサイエンスとしてのまあ自然な流れであろうということで、モデルでは中心じゃなくて、マシュルでの作業というのが中心だと考えれば、まあ自然じゃないかと考えています。すなわち、まあ先ほど言ったように、集める、まあ、理解し、選択する、かつ、生かす、評価されるという形で、まあ、データサイエンスというのはこういうふうに解釈できるということです。そうすると、何が言えるかというと、前処理は発生メカニズムを推測する期間なんで、だから70から80%を占めるということですね。要するに、モデルを作りたいためにいろいろその試行錯誤してデータを作るんじゃなくて、発生メカニズムを間の、まあ、推測期間だからやっぱりほとんど時間を占めると考えると、まあ、なるほど、そのこういうその、まあ、モデルを作る前の時間というのは、これだけかかるというのはまあ自然だ、自然に考えられるということです。まあ、こうやって、まあ課題をまあ把握して、まあまあ、いろいろこの業務知識でいろいろ推測するところはまあ結構そのある意味楽しいんですよね。すごい、まあ、私はいつもこう喜んでやってるんですけど、まあ、それをやって、まあ、それで、まあ、その要因をまあモデル化して、で、まあ、普通はモデル化っていうのは予測モデルなんですけど、モデル化して、まあ、それの抑止、抑止な対策を取るということがまあ評価に当たるということで、まあ、こういうふうに考えると、まあ、データサイエンスが非常にスムーズに考えられるんじゃないかと考えています。ところがですね、データサイエンスにはいろんな問題があって、まあ、業務データから課題は一般に見えないんですね。やっぱりその業務データっていうのはほとんど入出金とか管理データなんで、これは見えませんと。でどうするかというと、そのユーザー側の人からデータ管理者から複雑な業務データの構造を理解するということで、これがものすごく大事で、要するにどういうふうにデータがどういうふうに偏在していて、どういうふうになっているかというのを知るということが大事 でもう一つ大事なのは、その実際の業務従事者から業務に沿って業務データの内容を理解する、まあ、意味を理解するということが大事ということです。で私の経験ではですね、これが失敗するとまずうまいこと言ったことないです。意味のわからんデータを使って、その課題に対しては、例えばのリテンションだったら、まあ人がどんどんこぼれ落ちていくという、そういう
ケーションに対しても、意味のわからないデータが非常に堪能があっても、それは使えないんですよね。なんでこうなってるかわからない。つまり、そういう意味では、そのユーザー側のデータを完璧に把握することが大事で、その後に、まあ、その共同で、まあ、データ側がなくて、ユーザーと共同で発生メカニズムの仮説を立てるということが大事だと考えています。まあ、つまり、ユーザー側が納得する発生メカニズムを、まあ、仮説を立てるということが大事だと考えています。でもう一つ大事なのは、そういう発生メカニズムを作るデータが容易でないということで、要するにこういうふうに発生要因が、まあ、例えばその、左側の図なんですけども、これは感濃度の、課題に対する感濃度なんですけど、やっぱりそのセグメントごとにまちまちなんですよね。で、そういうその発生メカニズムが異なる場合が結構あって、それについてはデータ分割する必要があるということで、これは結構大切なことです。まあ、モデルから入る人はですね、全部一緒に入れてしまうんですね。そうすると当たるとことは当たるんですけど、当たらないとか全然当たらないというところで、ここはモデル中心に考えると非常にいろいろ将来的に厳しい問題が発生すると考えています。あとはその業務データが複雑すぎて内容できないというのがありまして、特に営業員データって言ったらもう営業員とか支店と顧客とか、いろいろその納品とかですね、どういう商品が使ったとか、そういうその、まあ、13もデータがあるので、こういうくらいのデータになると、まあ、相当大変になってくるということですね。でもう一つ大きな問題は、そのモデル自体、作成したモデル自体が将来の運用データに適用するかが全く不明なわけですね。で、モデルの作成データの精度では意味がなくて、運用の精度が大事だということで、ここははっきりしておいた方がいいですね。で、まずだからそのモデル作成でその何パーセントその精度が上がったってのはあんまり意味がないんですよね。やっぱりそのデータっていうのはかなり変化するんで、やっぱりその変化するデータを、まあ、捉えた上での要するに精度っていうのを考えていかないといけないということで、まあ、私としてはカグルで一生懸命やるっていうのは、機械学習を理解するには非常に大事だと思いますけど、データサイエンスについてはその精度っていうのはあんまり意味がなくて、それを、まあ、低い精度は低い精度なりにどうやって生かしていくかというのが結構大事だなと考えております。で、まあ、そのデータサイエンスの、まあ、元の問題の解決ということに考えると、要するにデータがサイエンス側だけじゃなくて、ユーザー側の協調が必要だということで。つまり、ユーザー側がその課題を持っており、その課題を解決したい。で、その課題をどういう理由で起きているかというのをやっぱり真剣に考えるんで、やっぱりその2つはちゃんと協調が必要なんだということで、あと、将来の運用をかけると、まあ、ユーザー側主導によるそのモデル調整が必要なんで、この辺もユーザー側がちゃんとモデルを理解していかなきゃいけないということで、持っております。で逆に大きな問題としては、現在はその DS 側と US 側で協調できる適切な分析環境がないと考えております。つまり、Python はですね、ユーザーがもう理解できないんですよね。どう考えても、Pandas でこれやったって。で、SQL ではですね、逆に分析ができないという問題があって、要するに、そのデータを生成するのはいいんだけど、それがどれぐらいの感度とか、どれぐらいの、その、先ほど、まあ、言われたように、そのアグレゲーションできるかというのが、アグレゲーションはできるんですけども、感濃度分析ができないということではあります。でそういう意味で DS 側とユーザー共通力分析環境を PADOC を作りましたという報告になっております。で、まあ、PADOC というのはまあ非常に簡単で、まあ、簡単だから毎処理用になっているんですけど、PADOC というのはテーブル型のデータだけ扱って、まあ、get data1 と書いて、例えば、誕生日からその年齢を計算すれば、today からのバースデーを引いて、まあ、ワークに入れて、それを 365.25 で割れるというような形で、そのデータ加工、データを引っ張ってデータ加工して、それをプットデータ2に入れて、で次にはまあいろんなデータを結合するんですけど、まあ、これは、SQL が得意なところで入れるんですけど、あとはクロスというそのコマンドがあって、課題との感度の順で感度分析をやって、あとはまあその変数選択をして、結果、まあ、ここはレグレッションなんですけど、
レグレッション、ターゲット、これは、目的因子なんですけど、X1 から5までを分析するというような形で、で結果を表示できるという、そういう、環境になってまして、非常にこうなると、お客さんも非常に分かりやすくて、なるほどと、確かにこのデータはこうなっていますよねということで、で、感度分析しても確かに、これは確かに効くけど、でも意外なものが出てきた場合、それはそれで、非常にお客さんの興味を引いて、やっぱりさらに分析が進むという形になっております。で、このコマンド並びでユーザーが理解と確認ができるという、要するに協調的な環境があるということです。で、トークの分析環境というのは、こういう感じで、メイン画面が1で、そのメイン画面に対して、先ほど言ったこのスクリプトっていうんですかね、これの編集画面があって、これ実行アイコンをすると、こういう結果が出たり、実際どういうデータを扱っているかを見るような形になっております。で、MATLAB の機械学習モデルは当然いろいろ用意してるんですけども、ちょっと私はグラフィカルなちょっとあの、えーとモデルをちょっと試行したので、こういうものがあったり、あと SV があったり、カーネル回帰とかガス回帰、それぞれのかなりのモデルは実装しているつもり。ただ最近のXG ブーストとかいうのも、ちょっと今、やってなくて、将来的にやりたいと考えております。で、ここで、パドックの話は、一応終了なんですけど、やり方としては、パドックスタットというのを検索していただいて、ここにある、Windows 10のところでダウンロードしてやって、リードミーの HTML のストにそうすると、動くようになっているということです。あとは、これいろいろそのあるんですけど、これ事例なんで、今回は割愛したいと考えています。パドックを実行してやると、こういう形でできまして、公開しましたよという形で、メールをくださいということですね。ダウンロードしてやったら、これを、保存してやると、実行ができて、ソーダを開いて、ちょっと。ソーダがしゃべない。一時停止、できてきた。で、これをダブルクリックして、で、ちょっと実行しないようになってるんですけど、詳細上で実行して、ディクション展開して、で、できたやつに対して、ここで、環境変数をちょっと変更しないといけないんで、ユーザーをやっぱりそれ専用のユーザーを作った方がいいと思うんです。私はそういう意味で、今日テストのカウントを使ってるんですけど、要するに、今使っているメインのそのカウントを、ひょっとして、潰してしまう可能性があるんで、やっぱり新たなカウントを作ってやっていたっていうのを私は推奨しています。で、ここで、環境変数をちょっと実行してやってやれば、環境変数を設定しておりまして、その後、これかな。こ
こいつを実行してあれば、今ちょっと画面が出てきまして、で、ここにちょっと面画面が出るということで、ここでまあエディット画面を、まあ、出ましたね。で、次、ログ画面が出る。で、ここで、ちょっとまあここでコマンドを打って、getIDs。まあ、まあ、あやめのデータは、こうすると、まあ、出てきて、まあ、これを打つと、こう実際のデータが見れる。まあ、こういう感じですね。で、まあ、あと、プロット、プロットの、あ、ちょっと忘れてたな。プロットの、よいしょ、セパルですね。まあ、こんな感じで、種別別に、まあ、この値が3次元で見ていると。まあ、こういう感じで使えますということですね。要するに、まあ、ここを、まあ、押して、こう書き写して、ここを押して、ということです。では、マニュアルはちょっと、どこだったかな。あ、ここにありますので、まあ、見てください。